はい、皆さんこんにちは尺八ワンポイント講座の時間がやってまいりました。最近は一音メリという ね、音の出し方についてお話をしております。今日はもっとメリタイと、ね、もっとメリタイっていう人のために三つの要素がありました。口の閉じ方、歌口の閉じ方息の流れ、この三つの要素がうまくバランスをとって一音メリっていう音はきれいに出すことができます。で、これそれぞれ一個ずつの要素について僕が何を普段考えてやっているか気をつけてやっているか、自分の動作をちょっとね、分析してみましたのでそのお話をしたいと思います。あくまで僕の 場合ということですので全ての方に当てはまるか分かりませんが参考になればいいなと思いますので僕と同じようなタイプの人はその点に気をつけてみてくださいまあ、あくまで僕の場合ということですのでまあ、参考になるかならないかは、えー、あなた次第ということなのでちょっとねそこまで考えてなかったなとかあそういう考え方もあるんだなと思ってヒントになればいいなと思いますのでちょっとお話ししたいと思いますまずですね 今日はこの口の閉じ方についいいてお話ししたいと思いますまずうまくこの穴指の指を操作して、えー、口の開け方を調整するには何が大事かっていうとまあ持ち方なんですね楽器の持ち方すごく大事なことは楽器をこうやって持った時に拳ですね拳の位置が楽器より下に来ることこっちの手もですねはいよくないのをやってみます こういうい持ち方です。拳が上になっている状態です、ねえー。僕が気をつけているのはこのように、はい、拳が楽器より下に下がってこうかな見えるかな、はい、このように楽器から下に下がって指が,が楽器に巻きついてさらに垂れ下がるようにして持っている状態これを気をつけています。えー、理由はですねいろいろあるんですけれども指が多く楽器に触っていた方が 4分の3閉じる、まあ、つまり4分の1開けるなんですけれどもそういった細かい指の動きそういったものが瞬時にに行えるようになります、ね、こうやって離れていることによって、えー、楽器とね触ってる部分が減っちゃいますねそうすると頼りにする部分がなくなっちゃうんですよ少なくなっちゃうんですねということは瞬間でパッととと動かすことがあちょっと難しくなります、ね、なるべく多く触ってる方が、まあ、僕がよく言うこの4項をこういうふうにする動きなんかもやりやすくなりますし。 触ってるる部分があるからこそかざしができるっていうこ,ともあります、はい、ここのこういう操作も持ってるからこそこんな風にですねここがグッとぐっと巻きついてるからこそできる動きというのもこういう動きですね一項に関しても同じですかざす時も触ってる部分があるからかざしができます、えー、こういう動きもこういう動きも触ってる部分があるからこそこういったところで接点を持ってるからこそやりやすい ね、はいでその持ち方かつこの指の状態になっていることで一応この指を離しても尺八がぐ,ぐらつかないということになっているんですがもう一つあって僕はこの指でグッと4分の3閉じるって思ってギュッと力を入れた時このエネルギーを 親指で後ろの親指で受け止めるような意識がちょっとあります。そうすることによってしっかり押さえるって意識がちょっと強くなります。で、えー、ね指が痛くてねちょっと上に上げてるっていう方もいらっしゃると思います。そういった方もなるべく遠くなりますが意識してください。このエネルギーを受けるのはこうやって楽器が流れるのではなくて流れないようにこうやってここでしっかり受け止めるように意識して閉じてあげてください。 4分の3ギュッと閉じるって思ってくださいっていうふうに僕は話してるんですけれどもそしてさ,さらにね指のこういった厚みも使ってグ、ね、ッと掘り込む掘るように穴をグッと掘るように閉じましょうっていうふうに僕は説明するんですがなぜそうするかというと。 いわゆるロツレチリ、ロツレチ派、えー、基本的な音がどうして出やすいかっていうと穴がしっかりしてるからですねドリルでバッとね形がきれいに作られてるからあ音が出やすいんですね穴の形がはっきり分かるから。ってことは指で作るこのちょっと開いてる4分の1開いてる部分この開いてる部分もはっきりと作れば 息が反応してその音程っていうのが決まりやすいんですねこれがなんか力が入ってなくてぼやーっとした形のよくわからない状態の穴だと息が反応しにくくて音になりにくいっていう風に僕は考えていますなので、えー、ねこの穴の形を最初から作ったかのようにピタッとしっかりエッジを作る穴の際指指の接点とこのこ,の,部分この間っていうんでしょうかねその部分がはっきりするようにグッと指の お肉の厚みを使って、ね、やっててやます、ねまあ、僕太ってますけど指まで太ってるってわけではないのでね皆さんときっと同じような指してると思うのでグッと、ね、握れば皆さんも同じようになると思います。はい、ね、この 口の閉じ方だけでもなんか意外とね気をつけるポイントいくつかありましたえそもそもの持ち方ここでグッとやってるエネルギーをちゃんとね裏側の親指に送ること穴をきれいに作るというイメージですね穴をきれいに作るという意識それがあることで一音メリの音断然吹きやすくなりますぜひ、えー、トライしてみてください今日はこれくらいにしておきます尺八ワンポイント講座でしたありがとうございました